前回ねこちらの動画で滑舌をよく話すために子音音ととと母音ををししししっかりと際立たたせままょうといういお話をしましたでこれを聞いた後にやりがちなのがここら辺で「こんにちは水木です」みたいな喋、えー、り方になってしまうと、えー、いうことなんですよこれどういうことかっていうとこの辺で話してしまうここら辺のみで発語してしまうっていうのがこれはね聞いてる方とするとすごく妙な感じで聞こえます じゃあ、死因と母音を際立たせつつも、どうやって鑑賞者、聞いてる人が、あ、わかりやすい言葉だなっていう風に感じてもらえるのかっていうと、実は意識を変えるだけでいいんです。ここで、カきくけこって発音するんじゃなくて、あっちの方で、あっちの方で、ここら辺で、カきくけこっていう言葉が発語されてる、そんなイメージでお話ししてみてください。で,では、ここら辺で、ここら辺でやるとこんな感じですよね。カきくけこ あっっちちの方に飛ばすすととこうなりまききょイメージ変わったのかかりますす本当にこれだけなんですよイメージの差だけでこんなふにイメージの差だけでこんなに感傷さこんなに聞いてる人からするとイメージっていうのは聞いてる人のイメージっていうのは変わってしまうんですですので言葉を話す時は遠くの方にいる鑑賞者に向かって言葉を届けるそのイメージをしっかりと思ってくださいそれだけでもだいぶイメージは変わります はい、この動画がもし面白かったら高評価、グッドボタン、コメント、チャンネル登録お待ちしております。どうもご視聴ありがとうございました。水木でした。